手塚治虫は、日本の漫画家、アニメ監督、医師。君党は、君参党。学位は、医学博士。本名は、手塚治虫。戦後日本において、ストーリー漫画の第一人者として、漫画表現の開拓者的な存在として活躍した。兵庫県宝塚市出身同士名誉市民。大阪帝国大学附属医学専門部を卒業。 大阪帝国大学附属医学専門部在学中の1946年1月1日に4コマ漫画、まーちゃんの引き帳で漫画家としてデビュー。1947年、堺七葉原案の描き下ろし単行本、新し宝塔がベストセラーとなり、大阪に赤本ブームを引き起こす。1950年より漫画雑誌に登場、鉄腕アトム、ジャングル大帝。 リボンの騎士といったヒット作を次々と手掛けた。1963年、自作をもとに日本初となる30分枠のテレビアニメシリーズ、鉄腕アトムを制作、現代につながる日本のテレビアニメ制作に多大な影響を及ぼした。1970年代には、ブラックジャック、三つ目が、トール、ブッダなどのヒット作を発表。また晩年にも、火の鳥、火だまりの木、 アドルフに次ぐなど、青年漫画においても、傑作を生み出す。デビューから1989年の死去まで、第一線で作品を発表し続け、存命中から、漫画の神様と評された。藤子藤を、石森章太郎、赤塚藤を、横山三つてる、水野英子、八代雅子、萩尾元などを、はじめ数多くの人間が手塚に影響を受け、接触し漫画家を志した。 手塚治虫は1928年11月3日、大阪府豊野郡豊中町に、父、手塚明と母、文子の長男として生まれた。明治節に生まれたことから、明治にちなんで、治虫と名付けられた。三人兄弟の長男であり、弟は手塚博、妹は、うっとみな子。1933年、治虫が5歳の時に、一家は、 1932年に多界した祖父が、終わりの住処とした兵庫県川辺群小浜村川もの、邸宅に移り住んだ。戦前の宝塚は、小林十三が、身の終わりまで気軌道の乗客増加を狙って、田園風景の中に開発した新興の住宅地が散在して、その中心に、宝塚少女歌劇団の本拠地である、宝塚大劇場。 宝塚ファミリーランドの前身である宝塚新温泉や宝塚ルナパークなどの交絡施設が立ち並んで一種の異空間を形作っていた。宝塚の人工的な近代都市の風景は手塚の作品世界の形成に大きな影響を及ぼしたと考えられる。父は宝塚ホテルの中に作られた宝塚クラブの会員であり、時々むは父に連れられて、 宝塚ホテルのレストランで食事をして、母には宝塚少女歌劇団に連れて行ってもらっていた。また、手塚家の林家は宝塚少女歌劇団の男役トップスターである、天心乙女と、運の佳よと、池野別子姉妹が住む、鳥屋であり、宝塚音楽学校に入学したい娘が、保護者と共にお百度を踏む光景がよく見られるなど、宝塚少女歌劇団の女性と接する機会も、 多かった。後に、手塚は、初恋の相手が、宝塚少女歌劇団の生徒だったこと、宝塚の生徒を見たいがために、宝塚大劇場に通ったこと、月給夢寺や淡島地影のような鉄火肌の女性が、好みであること、月給主演の大 AA が、新説を二十数回見たことを語っている。1935年、池田市藩附属小学校に入学した。母が、 東京出身であったこともあり、近畿方言を話せず、浮いた存在であったために、小学2年生の時に、ガジャボイというあだ名をつけられ、からかいの対象になったという。林歌を歌われるたびに泣いていたという。しかし、幼い頃からみさまみ真似で描いていた、漫画絵が地を救うことになる。小学3年生の時に、最初の漫画、ピンピン、生ちゃんを完成させると、 その後漫画の練習に取り組み、小学5年生の頃には長編漫画、シナの夜を完成。同作品は仲間内のみならず学校の教師の間でも話題になるほどであり、囲碁教師からも漫画を描くことを黙認されるようになったという。漫画を描くことで同級生たちからも一目置かれ、また漫画目当てにいじめっ子も手塚の家に訪れるようになるなどして、 次第にいじめはなくなった。誕生日には家に20人もの友人が集まるほどになっていた。友人が家に来ると、当時としては珍しく、紅茶と菓子でもてなされ、父の誕生日にはゴモクスシや茶碗蒸しが振る舞われた。この当時に描いた漫画の一部は、今でも記念館に保存されている。この時期に、同級生の石原実と親しくなり、彼の影響を受けて、昆虫や科学、 天文学に興味を持つようになる。手塚家の邸宅の広い庭は昆虫の宝庫であり、また、周囲の田園地帯にも虫が豊富にいて、昆虫採集には最適の環境だったことから、趣味に対し深みを持たせた。友人から借りた、平山修二郎、原色畜作昆虫図譜を読み、甲虫のおさシの存在を知り、それにちなんで、この時期からペンネームとして、 手塚治虫サムを使い始めた。1950年頃までは、治サムはそのまま、治サムシと読ませていた。1941年、大阪府立北の中学校に入学。実説柄軍辞職が強まっていった時期であり、小学校時代とは一転し、漫画を描いているのを学校教練の教官に見つかり、殴られるなどしている。この時期、仲間内で作った。 同好会の開始などで漫画を執筆する一方で、手塚版、原色コムシズプなどイラストレーションによる図鑑を自作するなど、精力的に活動する。1944年夏には、体の弱いものが入れられる強制修練所に入れられる。9月からは学校に行く代わりに、軍事工場に借り出され、ここで格納庫の屋根にするスレートを作った。百四十五年三月、 戦時中の修行年限短縮により、北の中学を4年で卒業。旧制な庭高等学校を受験したものの、漫画ばかり描いていたため、不合格となった。6月、勤労奉仕で監視賞をしていた時に、大阪大空襲に遭遇、頭上で、焼夷弾が投下されるも九死に一生を得る。この空襲は、手塚の原体験とも言うべきものとなり、後に、紙の取りや、 とついたれなどの自伝的作品の中にその様子が描かれている。この体験以降、手塚は工場に行くのをやめ、家にこもってひたすら漫画を描くようになった。同年7月、手塚は大阪帝国大学附属医学専門部の試験を受け入学を許可された。医学専門部は戦争の長期化に伴い、 軍医促成のため正規の医学部とは別に臨時に大阪帝国大学の学内に付設されたもので、学生上は旧制医学専門学校であり、従って旧制中学校からの入学が可能であった。大阪大学附属医学専門部は1951年に廃止されている。なお、後日の通り医国家試験については、ジャングル大帝や鉄腕アトムなど、 連載の執筆をしながら合格している。終戦後、学生である手塚は、戦時中に描き溜めた長編の中から、幽霊男という長編を選んで書き直し、毎日新聞学芸部へ送った。これは、音里なしに終わったが、その後、隣に住んでいた毎日新聞の印刷局に勤める女性からの紹介で、子供向けの小国民新聞学芸部のほどのという人物に会い、 彼の依頼を受けて、小国民新聞の大阪版に4コマ漫画、マ、ま、ー、あ、ちゃんの引き蝶を連載、この作品が手塚のデビュー作となった。この、マ、ま、ー、あ、ちゃんはローカルながら人気があり、人形や駄菓子のキャラクターに使用されたという記録も残っている。マ、ま、ー、あ、ちゃんに続けて4月から、京都日日新聞に4コマ漫画、新年といちゃんを連載しており、これらと、 並行して4コマ形式の連載長編作品、A ちゃん B 子ちゃん探検記、火星から来た男、ロストワールドなども各紙に描かれているが、4コマ連載という形式に限界があり、52社はどちらも中断に近い形で終わっている。漫画家としてデビューする前の1945年頃、2代目、カツラハルダンが地方での自主工業を行う、際のポスター画を提供した。 二代目春団子が宝塚市清工人在住ということもあり、進行を重ねるうち、手塚の漫画家志望という進路を案じ、落語家になるよう進めたという。1946年、同人誌、漫画マンの霊界を通じて、後見役の酒井七葉と知り合い、酒井から長編ストーリー漫画の合作の話を持ちかけられる。これは、戦後初の豪華本の企画でもあり、 それまで長編漫画を描き溜めていた手塚としては願ってもない話であった。こうして大雑把な構成を井が行い、それをもとに手塚が自由に描くという形で200ページの描き、卸ろし、長編、新しい宝刀が制作された。1947年1月に出版されると当時としては異例のベストセラーとなった。映画的な構成と スピーディな物語展開を持つ新した宝ーは一般に戦後ストーリー漫画の原点として捉えられているの革新性も参照。ベストセラーとなった新した宝ーは大阪に赤本ブームを起こし、手塚はこれに乗って描き下ろし単行本の形で長編作品を発表できるようになった。手塚は忙しくなり、これまでに描き溜めてきた長編をもとに、 学業の傍ら月に1、2冊は作品を描き上げなければならなくなった。1947年に発表された火星博士、怪人コロンコ博士、キングコングなどは子供向けを意識した B 級映画的な作品であったが、1948年の地帝国の怪人からは悲劇的な展開も取り入れるようになり、SF、冒険などを題材に、 作品中で様々な試みが行われた。同年末に描かれたロストワールドでは様々な立場の人物が絡み合う地球規模の壮大な物語が描かれ続くメトルポリス、来るべき世界と共に手塚の初期を代表する SF 三部作を成している。1949年の西部劇拳銃天使では自動漫画で初のキスシーンを描く。 1950年には、文豪、ゲーテの、ファウストを漫画化したほか、映画制作の舞台裏を、お見せしますという導入で始まる、不思議旅行記、自身の漫画手法を体系化して示した、漫画入門書の先駆的作品、漫画大学などを発表している。漫画執筆が忙しくなると、大学の単位取得が難しくなり、手塚は、異業と漫画との掛け持ちは諦めざるを得なくなった。 教授からも医者になるよりも漫画家になるようにと忠告され、また母の後押しもあって、手塚は専業漫画家となることを決める。もっとも学校を辞めたわけではなく、1951年3月に医学専門部を卒業、さらに大阪大学医学部附属病院で1年間インターンを務め、1952年3月に第12回医師国家試験に合格。 1953年9月18日に遺跡登録されている。このため、後に、手塚は、自伝、僕は、漫画家の中で、そこで、今でも本業は、医者で、副業は漫画なのだが、誰も妙な顔をして、この事実を認めてくれないのであると述べている。大泉アニメゲートに設置されている、練馬アニメ年表の一コマ 手塚は大阪で赤本漫画を描く傍ら、東京への持ち込みも行っている。当初期待した講談社では断られたが、新性格という出版社で持ち込みが成功し、ここでいくつか読み切りを描いた後、新創刊された雑誌少年少女漫画と読み物2950年4月より、タイガー博士の陳旅行を連載。これが、 手塚の最初の雑誌連載作品となった。同年11月より雑誌漫画少年にてジャングル大帝の連載を開始。1951年には鉄腕アトムの前身となるアトム大使を少年に連載するなど多数の雑誌で連載を始め、この年には少年漫画誌のほとんどで手塚の漫画の連載が開始された。1953年には少女クラブにて リボンの騎士の連載を開始した。宝塚歌劇やディズニーからの影響を受けた、この作品は、囲碁の少女雑誌における物語漫画の先駆けとなった。1954年には、ジャングル大抵連載完結の後を受けて、漫画少年に、火の鳥の連載を開始した。火の鳥のシリーズはその後も休刊等により、コム、漫画少年、野生時代と掲載紙を変えながら、 長年に描き継がれ、手塚のライフワークとなった。1953年月間の雑誌連載という形態は、手塚がそれまで描き下ろし単行本で言ってきた複雑な物語構成の見直しを余儀なくさせ、読者を引っ張るための魅力的なキャラクター作りや単純な物語構成などの作劇方法へ手塚を向かわせることになった。一方、 描き下ろし単行本の方は1952年の万美、罪と罰の2冊で終わりを告げるが、代わりに郵便法の改正によって、この時期に雑誌の付録が急激に増加し、手塚は連載作品と並行して付録冊子の形で描き下ろし長編作品をいくつも手掛け、この形で単行本時代の作品も続々とリメイクされていった。私生活の面では、 1952年に宝塚から東京に移住し、さらに翌1953年に漫画少年編集部からの紹介で、豊島区の時和荘に入居。その後時和荘には手塚に続いて、寺田博、藤子藤尾が入居。手塚は自分が住んでいた14号室を藤子藤尾の二人に譲って、時和荘から転居したが、その後も石森翔太郎、赤塚藤尾など後に、 著名な漫画家となる者たちが続々と入居した時は賞は漫画家の両残白となった。この時期、手塚は時は賞の漫画家に映画をたくさん見るようにと進めており、手塚自身も十数年間は年に365本を必ず見ていたという。なお、1953年に手塚は関西の長者番付の画家の部でトップとなったが、 仕事場が木造2階建て建築の時はそうであったため、取材に来た新聞記者に呆れられたので、因果は意識して高級品を買い込むようにしたと語っている。鉄腕アトム、僕の孫悟空など、自動漫画の人気作品の連載をする一方で、手塚は1955年に大人向けの漫画雑誌、漫画特本に第三帝国の崩壊、昆虫少女の放浪記を発表しており、 ここでは子供向けの丸っこい絵柄とは違った大人向けのタッチを試みている。1955年から1958年にかけての手塚は知的興味を前面に出した作品を多く出しており、1956年に SF 短編シリーズライオンブックスを始めたほか、学習史に漫画生物学、漫画天文学などの学習漫画を発表、後者は 第3回小学館漫画賞の対象作品となった。この他にも、幼年向け作品や、絵物語、小説やエッセイなど漫画家の枠を超えた活動を、するようになっており、1958年には、東映動画の演出家、白川大作から壊れて、同社の食卓となり、劇場幼鳥編漫画映画、最有機の原案構成を受け持っている。1958年頃より、 各漫画誌で、桑田次郎、竹内綱吉、横山光輝などの売れっ子漫画家が多数、出現しており、この時期の手塚は、人気面では、そのような漫画家たちの中の一人に過ぎなくなっていた。さらに、手塚を脅かしたのは、この時期に新しく台頭してきた劇画の存在であった。社会の闇をストレートに描く劇画の人気は、当時の手塚を大いに悩ませ、階段から転げ落ちたり、 大阪の劇画作家の拠点に押しかけ、集会に参加したりした。当初は劇画の雑誌にも連載を持つなどしていたが、手塚のアシスタントまでが、歌本劇画を何十冊も借りてくるようになると、手塚はノイローゼに陥り、精神鑑定も受けたという。またすでに、1957年には黄金のトランクで、劇画風のタッチを試みるなどしており、徐々に、 劇画の方法論を自作に取り入れていくようになる。1959年、週刊誌ブームを受けて、週刊漫画雑誌、少年マガジンを呼び、少年サンデーが創刊され、それ以後月刊の少年誌は、次第に姿を消していくことになった。この時、手塚は誘いを受けて、小学館の専属作家となったを提示して、専属契約を持ちかけたが、断られたと証言している。 が、講談社からも誘いを受けて困惑し、結局、少年サンデー創刊号には、自身の手による、スリル博士を、連載、少年マガジンの方には、連載13回分の、替え書きだけをして、石森翔太郎に、解決リマをの連載をさせている。同年、宝塚ホテルにて、結婚式を挙げる。大泉アニメゲートに設置されている、ネリマ、アニメ年表の一コマ、 アニメ制作に乗り出して、以降も、手塚は、漫画作品を精力的に発表していた。虫プロの成立時期は、漫画作品も、アニメと関連した企画が多くなっており、アニメーションと、並行して、鉄腕アトム原作版の連載や、日本初のカラオテレビアニメ、ジャングル大帝に連動しての同作品リメイク版の連載、当初アニメ化の企画もあった。 マグマ大使の連載などが1963年から1965年にかけて行われている。他のアニメ作品と関連して W3 連載雑誌でのいざこざが起こった W3 事件も1965年の出来事である。1966年、手塚は実験漫画雑誌コムを創刊する。先行した白土三平の劇画作品カムイデンを 看板作品とするガロに対抗したもので、手塚の火の鳥を目玉として、石森章太郎や長島真嗣などの意欲的な作品が掲載された。1967年には怪奇漫画、ヴァンパイアに続いて、ドロロー少年サンデーに連載。これらは当時、水木しげるによって引き起こされていた妖怪ブームを意識した作品であった。1968年には、 青年誌、ビッグコミック、プレイコミックなどが相次いで創刊し、青年漫画が本格的にスタートしており、手塚もビッグコミックに地球を飲む、騎士、霧、人参加、プレイコミックに空気の底シリーズなど青年向けの作品を手掛けている。この時期の手塚の青年向け作品は安保闘争などの社会的な背景もあり、暗く陰算な内容のものが多かった。 一方、少年誌では、ファウストを日本を舞台に本案した、百物語、長い号、ハレンチ学園のヒットを受け、性教育漫画と銘打たれた、焼けっぱちのマリア、アポロの歌などを発表しているが、この時期には、少年誌において、手塚はすでに古いタイプの漫画家とみなされるようになって、おり、人気も思うように取れなくなってきていた。さらにアニメーションの事業も、経営不振が続いており、 1973年に自らが経営者となっていた虫プロ商事、それに続いて虫プロダクションが倒産し、手塚も個人的に推定1億5000万円の借金を背負うことになった。作家としての窮地に立たされていた1968年から1973年を手塚は自ら冬の時代であったと改装している。1973年に 週刊少年チャンピオンで連載開始されたブラックジャックももともとは少年誌、幼年誌で人気が低迷していた手塚の最後を見取ってやろうという壁村対三編集長の行為で始まったものであった。しかし長期間続く戦いで読み手を引き付けようとするような作品ばかりであった当時の少年漫画誌にあってブラックジャックの毎回読み切り形式での連載は新鮮であり、 後期の手塚を代表するヒット作へと成長していくことになった。さらに1974年、週刊少年マガジン連載の三つ目が通るも続き、手塚は本格的復活を遂げた。1976年、中断されたままであった火の鳥が漫画少年の創刊によって再開。1977年時点で手塚はブラックジャック、三つ目が通る。 ブッダ、火の鳥、ユニコ、メガワットと6つの連載を抱えていた。また、同時期の漫画文庫本ブームに伴い、手塚の過去の作品も続々と再刊されており、さらに同年6月からの講談社、手塚治虫漫画全集刊行によって、手塚は漫画の第一人者、漫画の神様という評価を確かなものにしていった。 1980年代になると幕末から明治までの時代に自身のルーツをたどったひだまりの木やアドルフ・ヒトラーを題材に一般週刊誌で連載されたアドルフに次ぐなど青年漫画の新たな代表作を手掛けることになる。ひだまりの木は第29回小学館漫画賞アドルフに次ぐは第10回講談社漫画賞一般部門を受賞した。 1985年に NHK から取材を受けた時点では1日にわずか1から2時間の睡眠で漫画の執筆やアニメーション制作をこなしていた。丸がうまく描けないんだと身体能力の衰えを認めつつも取材陣に対しあと40年は描きますよ。僕はアイディアだけはもうバーゲンセールしてもいいぐらいあるんだと創作活動への強い意欲を見せた。しかし、 それから3年後の1988年3月に胃の不調を訴え検査を受けた結果、進行性のスキルスイガンと判明し、入院、胃の4分の3を切除する。5月に退院し、以前と全く変わらない多作ぶりを見せたものの、入院前に比べ次第に体は痩せ細り、時折休憩を挟まないと描き続けられないほど、体力が低下していった。同年11月、 万全な体調とは言えない中で、参加しなければ国際問題ですと周囲の精死を振り切り、病心を押して中華人民共和国上海市でのアニメーションフェスティバルに出席するが、帰国と同時に体調が悪化し、半蔵門病院に入院。この時点ではすでに末期の状態であり、肝臓にまでがんが転移していた。翌1989年1月21日に、 手塚プロ社長の松谷光生が見舞いに来た時には、僕の病状は何なんだ、君聞いてきてくれと頼んでいたという。胃がんということは伏せた上で医師から聞いたことを話すと、そうか、と一言だけ言ったという。手塚は病院のベッドでも医者や妻の生死を振り切り、漫画の連載を続けていた。同年1月25日以降、昏睡状態に陥るが意識が回復すると、 鉛筆をくれと言っていた。息子の心は、昏睡が冷めると鉛筆を握らせるがすぐに意識が、なくなりの繰り返しだったと語っている。死に際の状態であるにもかかわらず、頼むから、仕事をさせてくれと起き上がろうとし、妻は、もういいんですと寝かせようとするなど最後まで仕事への、執着心をなくさなかった。1989年2月9日午前10時50分。 半蔵門病院の病室で死去。60歳没。死に立ち会った松谷によるとこの、頼むから、仕事をさせてくれが、手塚の最後の言葉であったという。艶は2月11日、東久留米市の自宅で、葬儀は3月2日、東京都港区の青山葬儀所で、手塚プロダクションの車葬としてそれぞれ営まれた。グリーンゴ、ルードイヒビー。 ネオ・ファウストなどの作品が未完のまま残された。また、梅原武史の小説、ギルガメシュのアニメ化に意欲的だったが、構想中のままに終わった。亡くなる3週間前まで書かれていた自身の日記には、その時の体調状態や新作のアイデアなどが書き連ねられていた。周りの人間は誰も手塚に遺んであることを伝えず、手塚自身は生き続けるということに何も疑問は、 持たなかったとされる。しかし、手塚が病院で描いていた一作の一つ、ネオ・ファウストでは主要な人物が、胃がんにかかり、医者や周りは気遣いって胃がんであることを伝えないが、本人は胃がんであることを知っていて死亡するという内容が描かれている。手塚治虫の最初期の作品である、坂井七葉との共作による1946年の、 新し宝党は戦後ストーリー漫画の原点とされ、本作を読んで影響を受けたり、漫画家を志した読者も多い。藤子藤雄、石森章太郎、千葉哲也、も月美希みきや、梅津和夫、中澤啓治など、劇画を始めた辰巳義弘、桜井章一、佐藤正明も衝撃を語っている。その一方で、手塚が新し宝党で、 映画から学んだ革命的な技法を導入し、これまでの漫画のスタイルを一変させたといったような話題も生んだ。これは一部正しいかすべてが正しいというわけではない。後藤茂は、著書、現代漫画の全体像において、新しい宝刀の1ページ3段の小回りはむしろ、平凡なもので、構図なども戦前の作品である、スピード太郎と比べても、 革新的なものとは言えないと指摘し、むしろ物語の展開の方に手塚の天文が見られるとしている。米沢義弘も1ページ3段割を基本としており、アップやロングの使い分けもないとして同様の指摘を行い、それよりも戦前の絵物語やコミックストリップ、映画や少年小説などの冒険物語の要素を一つにしたところに新しさを見ている。また、 中野春之は著書、謎の漫画家、堺七場伝、新宝島伝説の光と影において、元アニメーターだった堺の経歴に触れて、その後の手塚作品では映画的表現が後退していることから、新しい宝島の映画的表現には、堺の功績が大きかったのではないか、と推測している。一方、野口文雄は、中野の説を批判し、 新し宝刀の革新性は、それまで、主に登場人物のセリフによる説明に頼っていた、時間や状況の進行を、セリフによらず、スピーディなアクションや、小回り、構図による表現で言ったことであるとし、こういった表現はそれ以前の、スピード太郎などにも見られず、むしろそれ以降の堺七馬の作品にも影響を、与えたとする。上記のような話題が生まれた背景には、 1938年に内務省から自動読み物に関する指示要項が出され、自動図書の表現規制が10年近くなされていたため、戦前の漫画表現が忘れ去られていたこと、そのような中で新しい宝島に触れた衝撃や影響を、藤子藤尾アナドアとの漫画界を支えたベテラン作家が語ったことなどがあった。夏目ふ之助は赤本時代の手塚漫画の達成として、 コマの読み方を変えたことを挙げている。それまでの日本の漫画は、現在の4コマ漫画と同じように、1ページ内で右側に配置されたコマを縦に読んでいき、次に左側に移りまた縦に読んでいく、という形で読まれていた。しかしこの読み方では、コマ割りの方法が大幅に制限されるため、手塚は赤本時代に上の段のコマを右から左に読んでいき、次に 下の段に移りまた、右から左に読む、という現在の読み方を少しずつ試み、浸透させていった。これに加えて、初期の手塚は、登場人物の絵柄を、より記号化し、微妙な線の変化を用いて、人物造形や、表情のバリエーションを格段に増やした。流線や、汗、擬音などの漫画的な記号も従来に比べて、格段に増やしており、 このような表現の幅の広さが多数の人物が入り組む複雑な物語を漫画で描くことを可能にし、また絵柄の記号化を進めたことは絵を学ばずとも記号表現を覚えることで誰でも漫画を描くことができるという状況を作ることにもなった。また物語という点において戦前の漫画と手塚漫画の物語を隔てるものは 主人公の死などをはじめとする悲劇性の導入であり、死やエロティシズムを作品に取り入れていったことで多様な物語世界を描くことを可能にし、以降の漫画界における物語の多様さを準備することになった。上記の絵柄の記号化、体系化は漫画制作の並行作業化分業化を容易とするもので、アシスタントを雇いプロダクション性を導入することを可能にした。 漫画の制作に対してアシスタント性プロダクション性を導入したのは手塚が最初である。手塚が漫画制作に導入したものとしては他に G ペンの使用、スクリーントーンの採用などがある。手塚は自らの戦争体験によってもたらされた生命の尊厳を自身のテーマの一つとして挙げている。手塚は自身は漫画において 時代の流れに合わせ天候を繰り返す転向者であるとした上で、ただ一つ、これだけは断じて殺されても翻せない主義がある。それは戦争はごめんだということだ。だから反戦テーマだけは描き続けたい。と語っている。手塚は子供を未来人と呼び、以下のように語っている。私は暗い時代と言われた昭和初期の中でも身に恵まれた環境で、 子供時代を過ごせたと思っています。しかしそれも、青春期には、空襲と急防生活によってほとんど失って、しまいました。父は、戦争に取られるし、勉強はできず、腹をすかせ、大勢の友人を失いました。空襲に襲われて周囲が人死体の山となった時、絶望して、もう世界は終末だと思ったものです。だから戦争の終わった日、空襲の心配がなくなって、 一斉に街の明かりがパッとついたとき、私は思わず万歳をし、涙をこぼしました。これは事実です。心の底から嬉しかった。平和の幸福を満喫し、生きていてよかったと思いました。これは当時の日本人のほとんどの考えだと思います。もう二度と戦争なんか起こすまい、もう二度と武器なんか持つまい、孫子の代までこの体験を伝えよう。 あの日、あの時代、生き延びた人々は、誰だってそういう考えを持ったものです。ことに、家や家族を失い、また、戦争孤児になった子供たちは、とりわけそう誓ったはずです。それがいつの間にか風化し、境外化して、またもや政府が、気なくさい方向に向かおうとしている。子供たちのために、当然大人がそれを阻止しなければならないと同時に、 子供自身がそれを拒否するような人間に育んで、やらなければならないと思うのです。それは結局、先に述べたように、子供に生きるということの喜びと、大切さ、そして、生命の尊厳、これを教えるほかないと思うのです。人命だけでなく生命あるものすべてを戦争の破壊と、悲惨から守るんだという信念を子供に植え付ける、教育、そして子供の文化はその上に成り立つものでなければ、 ならない。決して反戦だの平和だのの政治的のみのお題目では子供はついてこない。率先して生命の尊厳から教えていくという姿勢が大事なのではないでしょうか。手塚は作品の中で天使と悪魔の二面性や異民族間、異文化間の対立や構想などを繰り返しテーマにしている。 手塚は戦後間もない頃酔っ払ったアメリカ兵にわけもわからず殴られ強いショックを受けたことがありこれがこのテーマの原体験になっているのだとしているもっともジャングル大帝などにおける分厚い唇攻撃的なイメージといった類型的な黒人感は批判されており手塚の死後の1990年には黒人差別をなくす会により球団を受けているこれ以後 手塚の単行本には差別と受け取られる表現について弁明する正し書きがつけられるようになった。また、漫画を描くキーワーにプロアマ、さらには諸女作であろうがベテランであろうが描き手が絶対に遵守しなければならない禁則として基本的人権を茶化さないことを挙げ、どんな通列活動ぎつい描写をしてもいいが、戦争や災害の犠牲者をからかう特定の職業を見下す。 民族、国民、そして大衆を馬鹿にするだけはしてはならない。これを犯すような漫画がもしあったときは、描き手側からも、読者からも、注意し合うようにしたいものですと述べている。夏目ふ之助は、手塚が追い求めたテーマを、生命というキーワードに見出している。夏目は手塚が小中学生の頃によく見たという以下の、ような夢を紹介し、この夢が、生命、変身。 不定型、エロス、世界との関わり方といった手塚の作家の資質の核をほとんど言い切ってしまっているとしている。子供の時の僕の夢は空飛ぶ夢とかそういうのはあまりなくてやたらに見ているものがどんどん変わっていくような、また変わるものがセクシャルで僕の興奮につながるような、略常に形が一定しないでいろいろなものに変わる。 例えば僕と一緒に歩いている相手がいるんだけど、それは何かわからないが常に形が変わっている。僕に対して仕掛けることが常に違う。その恐怖感と同時にセックスアピールを感じる。略本当に異次元的なものですね。宇宙人なのか女どもなのかわからないが、僕の周りにとにかくそれがいるんです。それが常に変わる。僕は宝塚に住んでいたんですが、 学校の帰り道にちょっと寂しい沼があってそこを通って家に帰るんです。小学生とか中学生の頃そこを通る夢をよく見ました。沼地の横で得体の知れないものがブルブル震えながら僕を待っている。それを捕まえて自分の家へ連れてくる。逃げ出すと困るから雨戸を閉めて、襖を閉めて絶対に出られないようにして。 僕と物体が向かい合ったところで大抵夢が覚めてしまう。そのまま僕がそいつを見つけ、そいつが僕のところに寄ってきて、捕まえて、家に帰るまでに、なんだかわからないけどそいつが、いつも変わるんです。略だから、女にもなるし、男にもなるし、化け物にもなる。略つまり、常に動いている楽しさみたいなものがある。動いているのが生きているのだという実感があるわけです。 つまり、しょっちゅう変化していることによって、変化しながら進化しているとか、何かに働きかけようとしているとか、つまり、一つのアクティブな感じを受けるんです。で、自分はどうかというと常に、パッシブでそれを見て感じるとか受け入れるとかいう形で、それを見ているだけなんですが、相手は何かの形で、次々に流動しているんです。ヒゲオヤジ氏の生と生石上光俊、と本。 手塚治虫の世界初集、東京草原社2003年夏目によれば1950年頃の手塚はこのような不定形で変身をし続ける生命の原型を描線に込めて漫画の全世界に拡張したことで密度の高い作品を生んだ。しかし劇画の影響などから描線の自由度が失われると描線では実現できなくなった生命感を理念として 作品のテーマとして生き、火の鳥に現れるような反生命思想が描かれることになったのだという。なるみたけが書いた書籍、萌えの起源によると、萌え文化が日本に誕生した理由を手塚によるものが大きいとし、その理由を、僕、娘、萌え基人化、獣、ロリ系等といったジャンルを日本漫画黎明期から意図的に漫画の中で多様してそれが広がったことを挙げている。 手塚治虫は1928年生まれで、デビュー時は1946年1月4日で17歳で、あったが1946年1月1日付の少年国民新聞にデビュー作のマー、まあ、ちゃんの引き蝶が紹介された際には19歳として一家のように紹介されていた。新しく明日から連載する漫画マー、まあ、ちゃんの引き蝶の作者、手塚治虫さんは、 皆さんと同じくりくり坊主で19歳のお兄さんです。毎日大阪帝大医学専門部に通学してお医者さんになる勉強をしていられますが小さい頃から漫画が大好きで国民学校2年生の時からいろいろの漫画を書いて楽しんでいられました。あんまり上手なので皆さんのために連載することにしました。ほがらかなまーちゃんを可愛がってあげてください。 関係の有無は不明だがこの時手塚は当時日常的に使われていた数江戸年ではこの記事が掲載された1946年元日で19歳になる。他に1989年の手塚と石森翔太郎との対談では自分は20歳でデビューしたという体で話を進め17歳でデビューした石森を叱責している。年においては年月日は 大正15年で定着していた。世間一般に本当の少年が明らかにされたのは死去直後のことであり、不法を伝える新聞でも新聞の種類によって少年が異なるという不思議な事態が起きた。親しい立場にあった漫画家でさえ本当の年齢を知って驚いたほどであった。また、手塚は大阪帝国大学附属医学専門部の卒業生であり、 上記のようにデビュー当時の新聞には事実通り大阪帝大医学専門部と紹介されていた。1978年に手塚が書いた雑誌の寄稿文でも自分のことを事実通り帝国大学附属医学専門部の学生だったと振り返っている。しかし1980年代には1944年に旧正那庭高校を打つ入学、1945年に 大阪大学医学部予科入学と事実と異なった経歴が紹介されることもあった。手塚の没後、小野高生、手塚治によって、何は高校も、大阪大学予科もそもそも存在しない学校であることが指摘されている。書籍によっては、手塚の来歴が事実と異なった内容で、紹介されるようになった理由については定かではない。一方、血液型もプロフィールにおいて、 B 型と紹介されることもあったが、現在では A 型ということで落ち着いている。これについては、手塚本人の著書で戦争中に検査を受けた際は B 型と聞かされていたが、1980年代頃に精密検査を受けて A 型と知らされたと説明している。なお、息子のシンも A 型である。ベタ塗りを 時折編集者などにやらせていたのが、後のアシスタント制度につながった。飯沢ただしがそれを面白があり、ベタマンという小説にして発表したが、手塚に批判的な漫画評論家などから、手塚は一人で描いていないという非難を浴びるようになり、第三回小学館漫画賞受賞以降、長年漫画賞から遠ざかることになった。手塚のアシスタントであった渡部厚氏は、 手塚が鉛筆で下書きをせずにペン入れしていたことを証言している。フリーハンドでかなり正確な絵にや直線を描くことができ、揺れるタクシーや飛行機の中でもかなり正確に描いたという。死去の前年には、林家菊造に、球造さん、僕はね、丸が描けなくなったと、体の衰えを語っている。その一方で、手塚は自分の漫画について、 絵ではなくて記号であることを繰り返し強調しており、その背景には手塚のデッサン力に対する追い目があったとも言われている。作品の中で自身の画力を自虐的に扱うシーンを入れることもたびたびであった。上記の通り常に原稿の締め切りに追われていた。これは自身の漫画のネタとしてもたびたび登場している。理由は来る仕事をほとんど拒まなかったためである。 締め切りを守らず、編集者を待たせることから一部の編集者からは、ペンネームをもじって、嘘虫、おそ虫などと呼ばれていたという。漫画の技法を自ら開拓していく傍らで、劇画が流行すると、自身の絵に劇画タッチを取り入れ、水木しげるのゲゲゲの鬼太郎が流行すると、ドロロで妖怪漫画を繰り出し、劇画が主流の雑誌、ガロに対抗して、時はそうのメンバーである。 藤子藤親や石の森章太郎といった漫画を主流にした雑誌、コムを自ら立ち上げるなど対抗することも多かった。速読にもたけており、500ページ程度の本を20分前後で読破したという。喫茶店などで打ち合わせの前に本屋に立ち寄り、立ち読みした本から得たアイデアを語り、多忙なのに先生はいつ勉強しているのかと編集者を不審に割らせた。 漫画の制作に取り掛かりながら、別の雑誌の編集者と全く別のテーマの漫画のアイデアについて電話で話していたこともあるという。手塚は極度の激務化だったことで知られ、睡眠時間は1日わずか4時間程度で、それ以上に眠ることはほとんどなかったと言われる。前世紀は月に数日程度しか眠らないこともしばしばであった。手塚の死後。 93歳まで健在だったライバルの水木しげるはエッセー漫画、睡眠の力の中で自分は1日10時間の睡眠を実践することで長生きができたと語り、反対に手塚は徹夜ばかり続けていたために早死にしてしまったと指摘していた。手塚は医師免許を持っていたが大阪帝国大学附属医学専門部の時代からすでにプロの漫画家として活動しており、 インターン時代に患者を見ていたのを除いて、職業医師として活動したことはなく、編集者やアシスタントなど興味本位で診察を受けに、来た人間の多くを追い返していた。ただし、岡部冬彦が手塚と海外に行き隊長を崩した際は手塚が診察している。その時、岡部は手塚のことを信じずに、日本にとんぼ返りして、病院で検査したが、手塚の言う通りただの飲みすぎであった。 手塚が医者になるのをやめ漫画家一本にした直接的な理由は手塚の母にある。手塚はセムシの子馬というアニメ映画を見ることを口実に母親を連れ出し開演までの時間に映画館のロビーで漫画家になるか医師になるか相談した。母親はためらうことなく自分の好きな方をやりなさいと答え漫画家一本で行くことを決心した。ちなみにその時の映画 セムシの子馬には火の鳥が登場し、これが手塚の火の鳥の着想の一つになった。またこれは手塚が病室でコンテを切っていた遺作の一つ、青いブリンクの原作でもある。また、手塚の学生時代の恩師からは授業中もずっと漫画を描いている手塚に対して、手塚くん、君はこのまま医者を続けてもろくな医者にはなれん。必ず患者を五六人は殺すだろう。 世の中のためにならんから医者を諦めて漫画家になりたまえと言われている。手塚はインターン時代に患者の顔を見るとどうしてもカルテに似顔絵を描いてしまうとも語っている。息子の真によれば手塚は血を見るのが嫌いでどうを断念したとも言う。大学は絶対に医師として働かないという条件付きで卒業させてもらったという。なお専門は外科である。 担当教授の紹介で、奈良県立医科大学の研究生となり、論文、異形性子細胞における膜構造の電子顕微鏡的研究で1961年に医学博士を取得した。医師免許は終身有効なので、手塚はプロの漫画家になった後も、医師免許を保持し続けていた。没後、宝塚手塚治む記念館の企画展、ブラック。 ジャックの DNA にその現物が公開陳列されていた2003年11月20日に、ある指揮者から免許証は、当人死亡後は政府に返納せねばならないと定めた、法令に違反している、という指摘があった。厚生労働省と協議した結果、一旦規定通りに、返納手続きを行った後に同省が改めて、遺族に譲渡するという特例の措置が取られた。 厚生労働省医政局維持家試験免許室では、こういった例は過去にあまりないとしている。それにより現在残され記念館に展示されている。免許証には抹消の赤印が押されている。手塚治虫は、プロ野球と関係が深く、特にアトムズと埼玉西部ライオンズに繋がりがある。現在の東京ヤクルトスワローズは、国鉄スワローズという名前で誕生し、 1965年に運営団体が当時の富士テレビ社長水野茂雄の意向で富士産系グループに買収され産系スワローズと変わった。1966年鉄腕アトムが富士産系グループに属する富士テレビの看板番組となっていたことと産系新聞に鉄腕アトムを連載していたことから名前を変え鉄腕アトムをマスコットキャラクターにした。 サンケイアトムズが誕生した。サンケイアトムズは1969年にアトムズに変わり、経営権がヤクルト本社に移るとヤクルトアトムズへと変わった。ヤクルトアトムズは現在のヤクルトスワローズの直接の前身である。また、埼玉西部ライオンズも手塚とつながりがある。1978年、クラウンライターライオンズが西部グループに買収され、 セーブライオンズとなった際には、ジャングル大帝の主人公、レオがマスコットに採用され、2008年までユニフォームの帽子もレオをデザインしたものが使われていた。ただし、手塚は、球団の筒美義明オーナーから大人になった姿のレオと指定されたことから、父親のパンジャがモデルであるとしている。また、オリジナルキャラクターでレオの妹、 ライナも1981年より登場している。2008年、東京ヤクルトスワローズは、ヤクルトアトムズ復活シリーズとして、1969年のビジターユニフォームを復刻。日本生命、セパ交流戦、西武ドームで開催された西武戦では、くしくもレオとの対決となり、手塚治ムダービーと銘打たれた。 また2013年4月には、読売ジャイアンツと、鉄腕アトムのコラボレーション企画、ジャイアンツアトムが発表された。この企画では、鉄腕アトムの登場人物たちが、読売巨人軍のユニフォームを着た、キーホルダー、うちは、タオルハンカチなどが商品化され東京ドーム内、グッズ売店等で売り出されることになった。なお、手塚自身は、阪神タイガースのファンであった。 1950年の年賀状では野球ものも考えていますが近頃の阪神の不振にささか腐っているので書く気がありませんと1949年当時のユニフォームを北虎が素振りをしているイラストに添えてコメントしており実際に野球を主題とする作品を描くことはなかったただし年賀状を書いた1950年に連載したタイガー博士の陳旅行は タイガースという野球チームがあちこちを旅行する同中期である。1985年に阪神が優勝し、日本シリーズで西武と対戦した時はどちらも勝てと大弱りだったという。トレードマークはベレー帽と分厚い黒縁眼鏡。人前で帽子を外すことは滅多になく、帽子を被ってない時は映さないでと照れ笑いする様子が映像に残っている。 しかし、街中を歩くとき、仕事中、タクシーの中などは、ベレー帽を脱いでいることが多かった。ベレー帽は、もともと、横山隆一を模倣して被り始めたもので、横山はやがてベレー帽の使用をやめたが、手塚は、自身の漫画の中でも、自分自身を、ベレー帽と、黒縁眼鏡と鼻が、大きい人物として特徴づけており、生涯これを変えることをしなかった。 このベレー帽をかぶる風習は、トキワのメンバーにも伝わり、石森章太郎や藤子藤雄などもベレー帽をかぶっていた。また、トキワの漫画家の間でよく用いられた詩という化粧ももともとは手塚が使っていたもので、相手の年齢にかかわらず、用いられて便利ということで広まったと、水野英子は証言している。身長は170センチメートルと、戦前生まれとしては大柄であった。 視力は、旅の強い禁止であった。甘いものが好きであったために歯を悪くした。特に、チョコがなければ仕事ができないというほどのチョコレート好きであり、死後に施錠されていた仕事机の中からかじりかけの板チョコが見つかった。人並み外れた仕事量をこなしたことで知られているが、決して家庭をないがしろにすることはなく、誕生日と、 クリスマスには必ず家族でレストランディナーを取る習慣があり、計画を立てて正月と夏休みには家族旅行に出かけていた。田中圭一には漫画家としてだけじゃなく父としても神と評された。アシスタント経験のある漫画家、古谷光都によると、手塚はアルコールはあまり飲めず、タバコも普段は吸わなかった。 バーでタバコを吹かした時はうまく吸い込めていなかったという。宝塚市立、手塚治虫記念館祖父、手塚太郎は、司法官で、1886年に創立された、関西法律学校の創立者の一人である。大阪地方裁判所検事制から名古屋、高祖院検事長、長崎高祖院長などを歴任した。曽祖,祖父、手塚良仙は敵塾に学んだ乱、乱いで、 1858年に、江戸の神田を玉貝家首当初を設立した人物の一人でも、ある。その生涯は、むの晩年の作、日黙りの木でフィクションを交えつつ描かれており、福沢諭吉の自伝にも記録が残っている。演祖は、平安時代の武将、手塚三森とされる。家系図と紹介していた。父、明は、住友金属に勤める会社員であり、 カメラを愛好するなどモダンな人物であった。当時非常に珍しかった手回しの9 5ト、mm、ルフィルム映写機を所有しており、オサムは小学校2年生から中学にかけて、日曜日には家にいながらにして、チャップリンの喜劇映画、マックス・フライシャーやディズニーのアニメ映画を見ることができた。そのためオサムは幼少時から漫画家よりもむしろアニメ監督になることを夢見ていたという。 なお、父はカメラにはまる前は漫画にも凝っていて、漫画への理解があり、家には、田川水宝の野良黒シリーズや、中村書店の中村漫画ライブラリー、中村改装書など、200冊を超える漫画本があったという。また、後に、父が母に向けて書いたラブレターを発見した際、ラブレターに漫画が描かれてあるのを発見し、おさむは、 やっぱり自分は父の息子だと思ったという。アキラは晩年はファンクラブの世話人として手塚のもとを訪れるファンを接待していた。母、フミコは服部秀リの娘で厳しいしつけのもとに育ち、夫には絶対服従であったが、戦中に夫が召集された際は生活費の年出や畑仕事から隣組の役員まで務める働きぶりを示す。一方で、 幼少期の地に、子守歌代わりに、絵本や漫画を、登場人物ごとに小金を使い分けて読み聞かせていた。母も、また漫画好きであり、後にむの長男、真が修の書斎で、野楽郎を読んでいたところ、ページの隅に、パラパラ漫画を発見した。てっきり修によるものだと思っていたが、後になって文子が描いたものだったと判明したという。 1983年1月4日、74歳で没。オサムは初期の自伝などで父を歩く書き、母を持ち上げるというエリプスコンプレックス丸出しの行動をとっている。父を強権的で母に無理を押し付ける低手関白として、あるいはオサム自身に害のある行動をとったと回想しているものであり、そのうちの一部は後にエッセイなどで事実上の撤回をしている。 実前美奈子は、おさむ没後のインタビューで、父親について決して強権的ではなく、家庭サービスにも熱心であったと述べている。このことは、僕の漫画記にも載っている。おさむは、長子で、下には2歳下の弟、広ろと4歳下の妹、美奈子がいる。広志は、子供の頃昆虫のことが元でああじゃね、こうじゃねと話していたら、とっくみ合いの喧嘩になった。殴り合いでね、 こっちは、軽く勝つと思っていたら、兄貴強かったですよ。だから、弱虫とか泣き虫とか言ってたけどあれはまるで嘘ですよ。と語っている。2009年2月9日放送の BS2 例周年企画、手塚治虫2009では、手塚の同級生と共に、宝塚市の手塚治虫記念館に訪れている。美奈子は、戦争が始まって、兄はどこか変わった。それまでは、 天国のような生活だったけど、戦争が始まって、軍事教練などさせられて、兄のプライドは傷ついたと話している。美奈子は、手塚のキャラクター表判次の創作者でもある。妻の悦子は、血のつながらない親戚で幼馴染みであった。結婚が第一次、ベビーブームと重なっていたため、結婚前に2回しかデートができず、しかも結婚披露宴では1時間前まで閉じ込められて、 原稿を描き遅刻してしまったという。悦子は、売家工場出身であり、この学校が当時、大阪のひどい方で一流の、つまりすごい学校だったため、手塚は、鉄火肌の面白い子を期待して悦子と結婚したが、実際に結婚してみるとそうではないことが分かったという。子供は3人。長男は映像作家の手塚信。長女は、プランニングプロデューサー。 地球環境運動家の手塚留美子。次女は女優の手塚チ恵子。また、声優の松山香オは名。妻、長男、長女の三人が手塚治虫に関する本を刊行している。日本で漫画制作作業の専業アシスタント制度を最初に始めたのは手塚治虫であると言われている。なお、以下のリストは完全なものではない。手塚治虫は、アシスタントは、 通例2から3年程度で一人立ちすることを良しと考えていた。時はそう、発大時代アニメーション制作のスタッフ以下のリストは完全なものではない。なお、虫プロダクションの最盛期には従業員が400人以上もいたと言われる。その他、手塚の創作活動を支えた人物これはまだ不完全なリストである。テスカマコット 6D、手塚新ブログ。 諏訪およびテスカマコット 6D、手塚新ブログ、ダリサンショありがとうございます。